株式会社、ヴィ・ド・フランスは、東京都江戸川区に本社を置く、ベーカリーカフェの運営や、パン生地の卸売りを行っている日本の企業、山崎製パンの完全子会社である。1983年に、山崎製パンが、フランスの製粉メーカーである、グランムーランドパリ社と、技術導入提携を行い、同社の事業部の一つとしてスタートした。ベーカリーショップにカフェスペースを併設した、イートイン形式のチェーン店を展開し、フランチャイズ店を含めて2008年には、日本国内で200店舗を超えている。また、全国のベーカリーショップやレストラン、企業の社員食堂、学校、病院の給食施設などに、パン用冷凍生地の販売も行っている。2001年には、山崎製パンから分社し、この前後から従来とは違う種類の店舗ブランド展開も行っている。上記の関係から、山崎製パンが行っている、春のパン祭りに、春のプレゼントセールという名で、毎年参加している。ただし、ポイントを集める形ではなく、500円以上買い上げる、ごとにもらえる券を5枚集めて引き換えるという形になっている。なお、もらえる商品は、山崎製パンのものと同じである。2011年からは、プレゼントセールの仕組みが変わり、A、D賞の中から選び、抽選という形になった。その中で、山崎製パンと同じ商品は D 賞に設定されており、ペアでもらえるようになっていた。ネーミングの由来はフランス語だが、日本語に直訳すると、フランスの人生となるため、意味が通じない。公式ホームページでは、ヴィ・ド・フランスは、フランスの生活のことであるとしている。ヴィ・ド・フランスダイニングは秋葉原店同じく、山崎製パンの子会社ヴィ・ド・フランスYamazaki, Inc. は、アメリカで同様の事業展開を、また日本国内でも VDF サンロイヤルが同様のベーカリーカフェ事業などを行っている。ABC 株式会社、ヴィ・ド・フランス第20期決算広告、フランスの生活と幸せな時間、パン販売店、ヴィ・ド・フランス営業所の54歳所長の自殺を、労災認定半年近く月100時間超す、残業仙台労基署。産経新聞 2016.10、22、8時46分、2020年8月16日、閲覧、ありがとうございます。